もともと母親が看護師で、それの影響で自分も医療職に就きたいって思ったんですけど、その理学療法士っていうものを見た時に、歩けなくなった人が歩けるようになるとか、階段が上手に登れない人が登れるようになるとか、ちょうどスポーツもやっていたっていうのもあって、そういう関わりを持てるっていう意味では、やっぱり理学療法士がいいかなっていうふうに思いました。やっぱり脳卒中とかで足が動かなくなってしまった患者さんに対する歩行練習のロボットであるウェルウォークとかは、日本にも数台しかないっていう中で、大学で実際に授業を受けて自分も扱えるようになるっていうのは、他の大学にはない魅力かなっていうふうに思います。理学療法の勉強をずっとしていく中で、呼吸リハビリに興味を持つようになりました。3年生の実習でICU を経験させていただいて、その ICU の中で、例えばずっとベッドで寝たきりの患者さんに対して何がしてあげられるかっていうのを考えて、体を動かしてあげて、体が固まらないようにしてあげたりとか、授業でやったことが実際に患者さんで起きてる、じゃあどうするの、こうするっていうのを、ちゃんと教科書でやった通りのことが、それのままうまくいくこともあるし、うまくいかないこともあるっていうのが、とても面白いなっていうふうに思って、やっぱり最初は不安多くて、どういうふうに接すればいいのかなとか、わからないこと多かったんですけど、すごい優しく丁寧に教えてくださるので、その辺はすごい心強いです。今までそのリハビリっていうと、骨折してしまったとか、そういう整形外科的なものが多いっていう印象があったんですけど、肺っていうその内部疾患の大切さを教えていただいて、その辺はすごい興味を持ったので、将来はしっかり勉強してからは、そういう道に進んでいけたらいいかなっていうふうに思っています。